江別市情報図書館は、北海道江別市に所在する公立図書館。高度情報時代に対応した図書館になるように、図書館機能のほかに教育情報機能、教育研究機能を兼ね備えた総合的な学習拠点になるように、市街地のほぼ中心で、交通の便が良い場所で建設され、老若男女が気軽に足を運ぶ学校の学習の場として親しまれている。 市街地の国道12号に面していながら、小立ちに囲まれた広い敷地の中に立ち、ハーフミラーガラスと外壁レンガの鉄筋コンクリート作りに買階建て。分室は、江別、大魔、豊かほろ小学校、江別太小学校に設置されている。年間を通して様々な取り組みを行っており、ビデオ視聴室、コンピュータ学習室、デモ展示室、お話コーナーなどがある。ここでは、 映画会、お話会やパソコン教室などを行っている。2019年10月からは赤ちゃん向けお話会も開催され、0歳からの乳幼児を対象としたものもあり、広い年齢層に向けて行事が行われている。国道12号沿いに位置する。JR 北海道、のっぽろ駅から国道12号へ出て、札幌方面に徒歩15分程度。北海道中央バス。 のっぽろ公民館前から徒歩5分、JR 北海道バス、情報図書館前下車すぐ、83台収容可能な駐車場もあり、自転車での来館も可能である。ありがとうございます。